この時間はラジオの前で乙女モード乙女心シンドローム田村ゆかりです。7月8日土曜日、今日は埼玉県大宮ソニックシティにいました。そして明日は神奈川県の横須賀芸術劇場に行きます。矢野さんからの情報です。30年前に大宮ソニックシティの前にあった中華料理屋来来軒がチェーン展開を始めて日高屋になった。へー。大宮ソニックシティの前にあったモスバーガーで矢野さんは大学時代にアルバイトをしていました。これさ、もう今はないってこと？あ、ないのか。もしや矢野さん、もうね、7月8日終わってるわけ。だからゆかりが知りたいの、むしろ7月9日の情報が知れてたら、明日ほら、これ書いてあることをこうドヤで言えたわけじゃん。でも、大宮ソニックシティの前にあったモスバーガーで矢野さんがバイトしてたことは、もう、まあ、言ったかもしれないけど、言ってもさ、もうなんか終わってるわけだから、日曜日の情報ください。どっちかっていうと横須賀芸術劇場だよ。どこにあるんだろうね。横須賀だっていうことはまあわかるけど、どこにあるんだろうな。大宮ソニックシティってさ、大宮駅の近くにあるの？へえ。ゆかりほら、電車とかでさ、なんていうの、まあ、行かないというか、行ったとしても駅からなんか車とかだからさ、わかんないわけ、その位置情報が。この間だってどっかの会場を、静岡かな、どっかの会場を駅からあれ直結だったっぽいんだけど、会場がほぼほぼなのに、ゆかり車に乗せられてなんかぐるーって回ってさ会場入ったわけ。まあセキュリティがとかそういうことなんだろうけどさ、だからさ、歩いて行った他のメンバーの方が早めに着いててさ、当たり前だけどさ、まあでもね、まあなんか気を使ってくれてやってくれてるからさ、まああとゆかりは場所が分かんないから、まあ、乗れって言われたらはいっつって乗るじゃん。もうほら乗れ、乗るんだって言われて、分かりましたっつってさ。でもあれ、なんでみんな別なのってさ、ちょっと思ってはいたわけで、蓋開けてみたら、ここ直結なんだみたいな感じだったわけ。だから駅からの位置関係とかはさ、その会場の位置関係とかよく分かってないんだけどさ、大宮ソニックシティは大宮駅。あ、なに、原さんそんな地図かけるぐらい詳しいの？え、嘘でしょ。駅があって、なんか道アルシェって何？何それ？大宮アルシェみたいなこと？ビル？駅ビル？ほう。で、ソニック、雑な地図だな。徒歩1分。へえ、そうなんだ。そんな便利なところにあるんだね、大宮ソニック。で、何？アルシェっていうのは駅にくっついてるやつ？隣かなんかにあんの？駅の？で、デッキでつながってる。あー、なるほどね。アルシェ行きたかったな。アルシェ1階がソフマップ行きたかったな。わかんないけど、なんかいたずらに。それでは今夜も怒りの乙女心にお付き合いください。この番組はカナリアの提供でお送りします。改めまして、こんばんは、田村ゆかりです。そっか、横須賀もさ、なんかさ、あれ食べたいわ。あれよ、あれ、横須賀といえばあれよ、カレーと、え、以外にもあんのかしら。なんか喫茶店がさ、いっぱいあるんでしょ？タップちょっと待って、勘違いしてる気がする。ちょっと待って、本当に？なんかカレーが食べれる喫茶店みたいなのがさ、いっぱいある気がするんだけど、なんか有名なやつよ。海、あ、海軍カレー、え、なんだったっけな、海軍カレーが食べれんの？喫茶店で、近所の横須賀の
町おこし。あーそうなんだ。へえ。でもさゆかり、海軍カレーだけじゃなくて他の軍のやつも食べてみたいんだけど。あ、きっとあるでしょ、だって ないのかな。あれかな、海軍は海に出ちゃうからご飯が出るとかじゃないよね、きっとね。きっと他の軍でも、空軍ってでもさ、空軍ってさ飛行機でしょ。そんなさ海軍の船みたいにでっかい飛行機あんの、ね、みんなで乗る飛行機みたいなのきっとないよね。だって小回り効かないもんね。じゃあもうお弁当ないじゃん、きっと。唐揚げ、唐揚げ推し、どこで振る舞ってもらえるのそれ。あ、もちろん怒りたちがじゃないよ、その軍の方たちは、自衛隊の方で。基地、あーそっか、別に常にお空の上にいるわけじゃないから、お昼とかになったら唐揚げがもらえるんだ、お昼ご飯。あれは陸は、陸は何、なん、どんな草わかんない、陸だって陸だからさ、なんかあれでしょ、だってきっとさ、まあ空軍はさ、まあ基地でだからさ食材も手に入ると思うけどさ、海軍とかってやっぱ出ちゃうからさ、基地から、だからきっとカレーとかさ調理しやすいものだっていうから勝手に思ってるわけ、食材がなんかこう持つとかと思ってるわけ。あの南極のやつと一緒よ、南極の観測の人たちもさ、なんかね日持ちする食材をさ持ってってさ、ほいで次の人に交代する時とかにさ残ってるやつ渡したりしてさ、なんかこうやってるって言うじゃんね。だからさ陸軍はでも言うてもなんて陸だからさ、繋がってるからさ、なんかいろんな新鮮なものとかが手に入る気がするっていうだけよ。だからなんか野菜とか葉っぱとか食べれそうだなって思ったの。なんかわかんないけど日持ちしないじゃん葉っぱだって。何なんだろう、ないの特に、ない、陸軍ないのかな、もしかしてお弁当持参とかそういうさすがにそれはないだろうけど、なんかさたまにテレビでやってるよね、なんか唐揚げってなんか見てなんか聞いたことあるって思った、テレビでその陸海空の隊員の方たちがなんかこうひな壇みたいになってて、ほいでなんかあの争ってた、争って言ったら別にそんな真剣な争いじゃなくって、何軍、何がモテるみたいな、空はモテるねとかなんかそういうのなんかやってた気がする、わかんないけど、うちはどこどこよりは上だと思ってるみたいな、そのなんていうの、あのしょうもない争いよ、なんかそういうのをなんかテレビで見た気がするんだよな。だからきっと、え、なになに、なにこれ、ラーメン、あ、やってた気がする、ラーメンだ。でも、え、なにラーメンそれ、なんかすごい野菜乗ってんじゃん、やっぱ葉っぱ乗ってんじゃん、キャベツみたいなの、違う、なにそれ、野菜マシマシみたいになってるよ、全然見えないんだよな、なんかのグランプリ取ってるよ、読めない、全く読めない、北海道のなんて読むのこれ、マコマナイ、マコマナイかなの駐屯地。へえ、自然ありそうだもんな。やっぱ食べれんのよ新鮮な野菜が。ちょっとね羨ましいね。あとラーメンだもんな。北海道ってラーメン有名なのかしらね。あの何味とかあんの？ほら福岡も豚骨とかさあるじゃん。札幌は味噌。え？あ、そうか、北海道でかいからいろんなところであるんだ。え、何？いろんなのあんじゃん。札幌味噌、函館塩、旭川醤油、豚骨ないの？どうして豚骨はそんな、なんていうの、福岡だけがこうなんていうの独占してんだろうね。でもさ東京はさ何豚骨醤油とかさあるもんね、わかんないけどね。そっか、あんましラーメン食べないからな。てか麺類あんまし食べないからな、やかり。最近さあれをもらってさ、
どん兵衛の茹でるやつ、袋麺のやつで茹でたらもっと美味しいみたいなやつさもらってさ、ほいで具は別売りでさ、あの具っていうかなんていうの、あのお揚げとかき揚げは別売りでさ、それもらったわけ。んでさ、もうすっごい嬉しくってさ、食べたいんだけどさ、でもなんつったらいいんだろうな、美味しいんだろうけど、手間かけたくないんだよね。お鍋出してさ茹でるってさ、もうそれは調理じゃん。だからさ、いやすぐ食べたいのよどん兵衛って。だからさ、食べる気力がないの。なんつったらいいんだ、伝わるかな、伝わっててほしいこれ。だってさ、乾麺をさ、まあ、乾麺かわかんないけど開けてないから、お鍋で何分か茹でるわけじゃん。ほいで多分スープとかをさ、粉とかのやつ作ってさ、ほいで具を乗せるわけじゃん。それもどん兵衛じゃなくていいんだよねってなるじゃん。だって乾麺のうどん茹でてスープ、まあでもそっか、スープ自分で作んなきゃいけないってなるとあれか。でも今時売ってるじゃんスープもさ、あの溶かすだけのやつとかさ、あとな液体のさ、これ入れるだけのやつとかさ、ストレートのやつあるじゃん。だからなんつうのかな、手間がすごいって思っちゃって。でから確かにそのどん兵衛とかの、どん兵衛に限らずよ、他のカップ麺とかの具が別売りしてればいいなってもうずっと多分言い続けてたと思うわけ、何十年。それがやっとさ念願かなってさ、そのどん兵衛のさ具だけのやつ、お揚げとかき揚げでさ、多分他のとこにもあるのよ、かき揚げとかさ、まるちゃんとかにも多分あるわけ。もうそれも買ったけど、ゆかりで、やっと念願かなってそれが出てきたわけじゃん。だからさ、麺はもうあのお湯じゃーってやって、それに乗せるでもういいわけよ。なんつったらいいのかな、だからなんていうの、持て余してる。その袋のやつを、あとね、焼きそばもさ、あれも多分同じメーカーだと思うんだけど、焼きそばもあの焼いた方が美味しいみたいなやつ出てて、袋のやつで、それも買ったわけ。でもさ、手間が、あいつ焼くんだったらさ、前からあったじゃん袋のやつ、焼いた方が美味しい。うん、そう、そりゃそうよ、分かって、そんなこと分かってんのよ、こっちは。そんなことはもう100も承知なわけ。ほいで、あるじゃん、その何、ちょっと半生の麺でさ、ほぐしてこうフライパンで焼いてのやつも美味しいしさ、あとその乾麺でちょっとお水で戻して焼くやつもさ、前からあるじゃんね。ほんでさらにそのなんかまた違うその袋麺の、どん兵衛と同じような感じで焼いた方が美味しいっていう書いてあるやつがさ、出てさ、出てってかが売ってってさ、買ったわけよ。だからうちのその棚の一番上のところはもうどん兵衛、どん兵衛焼きそばって並んでて、私の横にミニサイズのカップの、カップうどんとかさ、ラーメンとかさ、あとワンタンとかさ並んでるわけよ。カップに手出しそうになるよねやっぱね。カップに手出しちゃうでしょうよ。だってそれは買った時はさ、もうすぐにもう食べるつもりだったよ、焼きそばも。でもさ、届いて、あーこれ焼くのかって思ったら、なんかね、だからまだね、どれも試してないの。もうなんだったらゆかりが手を出したのはチキンラーメンの、もうなんか一番ちっちゃいやつ、もうミニを紙コップに入れて、もうだってもうお皿出すことすらめんどくさいわけだからさ、こっちは。だから紙コップの一番ち、なんていうの、オーソドックスな紙コップに入れて、お、カポってはまったはまったっつって入れて、で、ただお湯がさ、あれだとちょっとなんかこう入れにくいからさ、頑張ってちょっと入れてさ、それで食べたよ、カップヌードルの。もはやカップヌードル、そうよ。でもほら、あの多いからさ、カップヌードルのさ、ミニサイズのやつでもさ、でもなんかあの袋のやつ本当に一口サイズなの、
お菓子かなっていうぐらい。でそれをさ食べてさ、それぐらいゆかりはもうなんていうの、手間が嫌なのよね。だからごめんなさいね。まあそのうち食べると思うよ多分ね。そのうちあの例えばじゃあさ、なんかもう一日中家から外出ない時とかはさ、もうちょっとこうよし、じゃあお鍋でお湯を茹でて麺を茹でて紙皿に入れて食べようって思う日が来るかもしんないじゃん。あーでも待って、お鍋がもうさ、お鍋洗わなきゃいけないわけ。はあ、アルミのやつだわじゃあ。アルミのお鍋使おう。だってもう洗いたくないのよこっちは一個も。もうどうせ洗うんだったらまあなんか5個ぐらい洗いたい、せめて。もう1個が嫌なの。お前ね、じゃあお鍋とじゃあ何、器でもあとお箸3つじゃん、あと2個なんかあれよって思うでしょ。コップは紙コップがいっぱいあんの。だからもうどうにもなんないわけよ。わけよって何かといってさ、じゃあ5個たまるまで置いとくのも嫌だからさ、すぐ洗いたいからさ、だからもう嫌だ。うん、お鍋も洗うの嫌だ。どうしよう、アルミのやつだな。でもゆかりさ、多分アルミの鍋洗うと思うんだよね。だからさ、でもだからダメだ、もうもう作れないよ永遠にあれ。どうしよう、もうどうしてくれるあいつ。そのアルミのお鍋1個で完結するんだったらいいけどさ、多分さ茹でた汁1回捨てて、でなんかスープはスープで多分作んなきゃいけないと思うんだよね、ああいうパターンの時って。お鍋が2個もったいないじゃん、アルミの貴重なお鍋がさ。って考えたらやっぱ そこで汁だけビャーってうまいこと捨てて、あのアルミの鍋にお水入れてみたいにするわけでしょ。うん、いつか食べれる日来るかな。あえてさ、そのダメなのかね、そカップラーメンと同じ作り方じゃ、まあ、ダメなんだろうね。しっかり茹でないときっとダメなんだろうね。そっか、なんか誰かなんかウーバーとかでさ、なんか作ってさ、こう汁と別々、耐熱容器で汁とさ麺別々にしたやつさ、なんか売ったらいいと思うよ。それもううどん屋さんのおうどん頼んだらいいやつだね。なかなかうまくいかないですね。うーん、まあ、食べたら食べたで美味しかったよっていう報告はするけど、うーん、ちょっと今のところまだ着手するつもりはないかなっていう。それではここで1曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム「かくれんぼ」より田村ゆかりで「ビジュアルエスケープ」。空を駆ける翼さ。
願い。クローゼット、カバン、アルバム、どんな場所でも OK です。奥から出てきたものの話を教えてもらうコーナーです。上ふさん、ゆかりんこんばんは。今は昔コンタクトレンズをつき始めた頃のことです。ある朝起きると目に違和感があったので、寝る前に外さなかったっけと鏡を見ながら目を確認していると、案の定コンタクトレンズが出てきました。一安心していたら上のまぶたから2枚目が出てきました。自分のズボラさも失明リスクにも恐怖を覚え、早々にコンタクトレンズを引退し、メガネマンとなり今に至ります。これさ、ソフトだと思うんだけどさ、ソフトレンズの人ってそんなに何目の中にコンタクトレンズを収納してて平気なもんなの？もうさ、ハード、いかにハードだからさ、もうハードなんてもう絶対無理なわけ。もうちょっとずれようもんならもうさ、いてててててってなるしさ、たまに上に確かに行っちゃうことあるんだけど、あれもさ、なんか硬いからさ、なんかその空気とかが変な風に入っちゃって、もうなんていうの、その白目のところにもうなんかピタってなんかこうくっついちゃって、自分じゃ取れなくなる時とかってあるわけで、まあ病院に行くとさ、なんか簡単に先生がひゅって取ってくれたりはするんだけど、やっぱ自分だと怖いじゃんね。なんかどこまで触っていいかもわかんないし。ソフトの人は何、そんなライトにいっぱい飼いならすことができるわけ、レンズを。痛くないわけ？違和感はまああるんだろうけど、でも違和感がある程度なんでしょ。ハードなんてもう無理よ、絶対無理無理。もう目もボロ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 って涙出てくるしさ、もう痛くて痛くてさ、そんな違和感っていうか、だから何なの2枚出てきたって。だって2枚出てきたってことはさ、1枚入ってんのにもかかわらずもう1枚入れたってことでしょ。そんなことあります？すごっ。だから最初は違和感なかったってことだよね。で2枚目がずれて、まあずれてっていうか寝た時に多分なんかどっか行って、あれで2枚目でやっとでしょ。だから下手したら1枚目がある上に2枚目が来たから違和感を初めて生じたのかもしんないじゃん。だから1枚ぐらいだったら何、受け入れれるってことウェルカムなの？やばくない？そんな感じなんだ。あとそんなに簡単にどっか行っちゃうんだ、ソフトの人って。へー、めっちゃ怖いわそれ。やっぱりソフトレンズだとさ、視力が出ないからさ、だからまあ今後もソフトになることって多分ないと思うんだけど、すごいねでもやっぱ危ないからさ、メガネマンになっといてよかったよね。メガネでも視力出るんだったらね、それでいいわけだからね。びっくりした。皆さんからの奥から出てきたものの話、たくさんお待ちしています。それではここで一曲聴いてください。現在発売中のニューアルバム、かくれんぼより田村ゆかりで、裏腹うさぎの願い事。ちゃう絶対なんてないけど
優しくなっててくれるけど、ごめんね上手に笑えない、イラハラウサギが心で跳ねるの、あなたを好きすぎてそう寂しくて、うるうるしながら二人の運命なったねえ、ギュッと肩結び、お別れのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。メールアドレスはゆかりん @joqr.net、 yukarin@joqr.net です。ゆかりさ、コンタクトハードってさ、なくすと怖いからさ、絶対予備持ち歩いてんだよね。それでは来週も乙女モードな時間過ごしましょうね。この番組はカナリアの提供でお送りしました。全国ね、ぬくもりも嘘にする、忘れられない、忘れるはずない、多分心は全部気づいてる、でもね涙が溢れる前に言わなくちゃ、優しさ